みおりです。私が主演を務めさせていただきました映画が1月24日に池袋ヒューマックスシネマズにて公開されます。私は主人公の東華梨沙役を演じさせていただいたんですけれども、最初はお母さんとしかうまく喋れなかった梨沙が徐々に成長していくと思いますので、ぜひ皆さん劇場へ足をお運びください。では。